東京都は築地市場の豊洲移転の延期に伴う経費がこれまでにおよそ95億円に達していることを明らかにしました。東京都によりますと、豊洲市場が開場する予定だった去年11月7日から昨日までに、業者などへの移転支援や両市場の維持管理費などに合わせておよそ45億円かかったということです。さらに東京都は業者への補償費用として50億円の補正予算を組んでいて、移転の延期に伴い都が負担する費用は現時点でおよそ95億円に上っているということです。一方、市場移転をめぐり都議会では市場問題プロジェクトチームの小島敏郎座長を参考人として招致することを全会一致で決めました。小島座長は豊洲市場の移転案と築地市場の改修案の両案を試案として公表していて、委員会ではこれらの考え方について説明を求めることにしています。